伝統芸能伝承館、森舞台は、宮城県留市留町に所在する、博物館及び、能舞台。日本建築学会賞受賞。元、留め立市の鍛冶屋,屋敷屋土地に、当地の伝統芸能である、留農、能、岡谷地南部神楽、豊間林の活動拠点として1996年に、開館。本格的な能舞台のほか、稽古場や展示室が設置されている。 春には茶会にも利用される。設計は建築家、熊健吾。1997年、日本建築学会から動画解消作品賞を受賞した。舞台の柱は地元産の火場を用い、屋根は当地特産の天然スレート武器。舞台には腰板をつけていないため、夜になると舞台は宙に浮いているような雰囲気となる。床下には足拍子の共鳴装置として、 瓶を数個配置。また、舞台と見どころの間のシラスは、広い空間を設け、白玉砂利ではなく黒い採石を敷き詰めて、森の暗さとの一体化を出している。鏡板の絵は、日本画家、千住博の制作。正面末の絵は、鏡板の枠内に収まりきれない、大きさで、天然群像を用いて描かれている。脇の若竹も、やはり天然群像で描かれている。 農装束、農面、鼓、扇刀をはじめとめ脳に関する資料を展示している。他、演能もビデオを視聴できる。グラフィックデザイナー、原健也が担当。毎年6月に、新緑滝技能、9月の秋祭りの宵祭りに、滝技能が演目を変えて上演される。ありがとうございます。